い、こんにちは、レトスノーノです。それでは7月11日の3問に入っていきます。10年間所有の意思を持って平穏かつ公然に他人のものを占有したものはその所有権を取得する、丸か×かという問題です。考えたい方は動画一旦ストップしていただいて、この動画の下の概要欄から問題文をご確認ください。で、まず平穏かつ公然にと、これどういうことかっていうと、まあ、平穏っていうのは、まあ、暴力によらずっていうイメージですね。暴力によって、その土地とか、建物とかを、まあ、占有しているっていうのかな、使っているとかじゃなくって、もう自分のもんだと思い込んで、暴力とかにもよらずに占有していると。で、さらに公然にということなので、別に隠してもいないと。もう公な感じで、隠さずに、人のものだけども、自分のもんだと思い込んじゃって、使っている、占有していると。そういった場合、所有権を取得する丸か×かという問題です。で、答えは×なんですね。これなぜかというと、ルールが2つあるんですよ。1つ目のルールっていうのは、占有者が占有を開始した時点で善意無過失の場合、つまり他人のもんだと全く過失なく知らない場合、この場合は10年経過することで、時効を援用して所有権取得できるんですね。時効を援用するってどういうことかっていうと、10年経過したから、もうこれ自分のもんですよっていうふうに、まあ、主張すると、権利を主張する。まあ、これが、時効を援用するということなんですね。で、もう一つのルールっていうのは、悪意もしくは有過失だった場合、つまり占有者っていうのが、他人のもんだと分かっていて占有していた。もしくは、他人のもんって分からなかったけども、それ落ち度あるよねと、知らなかったとしても、それは落ち度がある。過失がある。そういった場合っていうのは20年経過しないと所有権を取得できないんですね。つまり一概に10年間所有の意思を持って占有したとしたとしても所有権を取得できるとは限らないということなんです。この青文字の悪意もしくは有過失だった場合は10年経過したとしてもこれ、自己取得できませんので、だから答えは誤りだというふうになります。で、問いですね、媒介契約です。宅建業者 A が地主 B から B 所有の土地の売買に関する媒介依頼を受けた場合、媒介契約書には誰が記名押印して誰が B に媒介契約書を交付しなければならないかっていう問題です。これ2つですね、質問あるんですけども、まあ、実際このようなですね、穴埋め問題ございません。ただこの部分はちゃんと頭に入れてほしいので穴埋めにいたしました。で、答えはいずれも宅建業者 A ですね。媒介契約書には、宅建業者 A が記名押印して、宅建業者 A が媒介契約書を交付しなければなりません。媒介契約書に記名押印するのは取引士ではないので、注意しましょう。また、媒介契約書の交付については、交付義務者は宅建業者 A なんですね。ただ、A は会社なので、実務的にはその担当者ですね、が代理として交付しております。で、問い3ですね。開発許可の処分について不服があるものは、都道府県知事に対して異議申し立てをすることができる、丸か×かという問題です。答えは×です。開発行為の不許可の処分に不服があるものは開発審査会に対して審査請求ができるんですね。で、今回の問題は都道府県知事に異議申し立てってなってるんですよ。なんで都道府県知事ではなくて開発審査会なんですね。で、異議申し立てってこれ書いてあるんですけども、今現状ですね、異議申し立ての制度もうないんですね。今はもう審査請求に変わっています。なんで、まあ、これからの試験で出るってなると、ここは審査請求に変わって出題される感じですね。おそらく引っ掛けるのはここですね。都道府県知事に対して審査請求することができるっていうふうにおそらく変えて出題されてくると思いますので、都道府県知事じゃないんだと、開発審査会なんだというふうに、これはもう覚えていただければ大丈夫です。今日も最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございました。レトスの小野でした。